マルサン夫人、ピエール・ゴベールがマリー・ルイーズ・ジュヌ・ヴィエーブ・ドロアンは、ブルボン朝末期フランスの貴族女性、宮廷女官。マルサン夫人の呼び名で知られる。1754年から1776年まで22年の長きにわたって、王家のガバネスを務め、フランス王ルイ16世とその兄弟姉妹の養育に当たった。スービーズ公、シャルル・ドロアンの妹。 スービーズ公、ジュール・フランソワルイと、妻・アンヌ・ジュリー・アデラ・イド・ド・ムランの間の、第三子、長女。両親が1724年天然痘にかかり、相次いで亡くなったため、兄弟と一緒に、ギリノオジノゲメネ公に引き取られ、ベルサイユの宮廷で育った。1736年6月4日、オテル・ド・マイ・エンヌにて一歳年下の、マルサン・ハク・ガストンと結婚。 婚礼の司式は王子スービーズスーキ教が務めた。1743年、マニコを設けないまま、夫が天然痘で死去した。23歳で家父となった彼女は、ルイ15世洋のジー・ルイ・ギョームル・モニエと愛人関係を持った。1754年、ヒバババンタトゥールプ人や、オバタラール夫人が代々引き継いできた王家のガバネスの職につき、 未来の類16世とその兄弟姉妹の養育に専念した。マルサン夫人が王子女の中で最も可愛がったのはプロバンス博であり、プロバンス博の方も夫人を親愛なる小さなお友達と呼んでよく懐いた。マルサン夫人は当時は男子だけが学ぶ科目とされていた哲学を王女たちにも学習させるため、 ジョフランプ人の娘ラフェルテアンボ公爵夫人を教師として雇い入れる上で主導的な役割を果たした。養育係主任助官は、官令上、王子女の養育の監督が職務のため、例えば妹娘、マダム、エリザベートの日常の世話は、過量の次女マッコープジに任された。しかし姉娘、マダムクロティルドはマルサン夫人のお気に入りだったので、 夫人が世話することも多く、1775年、クロティルドがサボヤ家に嫁入りする時も随行し、婚礼に参加した。王家のガバネスには、職務上の特権として王宮にアパルトマンを与えられる習わしだったため、チュイルリー宮殿内のアパルトマンが彼女に割り当てられた。このアパルトマンは夫人にちなみパビオンド・マルさんと呼ばれた。マルサン夫人は、 宮廷の主球派や新人派に影響力を持つ実力者でもあった。1770年の王太子とマリー・アントワネットの結婚には反対し別の縁組を提案するなど妨害する動きも見せ、婚礼の後も王太子妃に反感を抱き続けた。1776年王妃となったマリー・アントワネットがベルサイユの宮廷儀礼を軽視する振る舞いを続ける。 ことに反発した宮廷の古い世代が、大勢宮廷を離れる中で、マルサン夫人も、職を辞し、名のゲメネ夫人に交代した。宮廷を離れた後の夫人は、パリのヌーブ・サント・ギュスタン通りに面した邸宅に住んだ。1777年、マルサン夫人は、ルイ16世に対する自身の影響力を行使して、親類のルイルネ・エドアールド・ロワンスー・キキョウを、 フランス宮廷司裁長に任命するよう仕向けた。そのロアン・スー・キ教が巻き込まれた1785年の首飾り事件では、夫人はスー・キ教を救うために像をしている王妃にひざまずいて、スー・キ教に対する許しをこうたが入れられなかった。1786年5月31日、ロアン・スー・キ教の裁判の決心の日に、マルサン夫人は、 ロアン家の一族と共に黒子に身を包んで、コンシェルジュリーの法廷入り口に立ち、裁判官たちに、あなた方は、私たち一門全員に判決を下すことになるのですよ。とロアン家の名誉を汚さぬよう訴えた。フランス革命が始まると、ドイツに亡命し、同国で亡くなった。ありがとうございます。